テレビ不在から一転、ナンバー・アイが大復活。2024年、彼らの新たな活動に迫る衝撃の真相。2024年、エンターテインメントシーンに衝撃が走っています。ナンバー・アイ、ナンバー・アイのデビューシングルが音楽業界に新風を巻き起こしています。平野翔さん、神宮寺裕太さん、岸優太さんからなるこのユニットは、2023年10月に結成され、 2024年元旦にはデジタルシングルをリリース。その楽曲は、まさに時代を変えうる力を秘めた作品として注目を集め、公式 YouTube チャンネルで公開された映像は視聴者を魅了しています。このデビューシングルには期待が高まり、CD 版が3月6日にリリースされることが発表され、初回生産限定版 A、初回生産限定版 B、通常版の3種類が用意されています。 ファンにとっては嬉しい特典もあり、すべてのバージョンを購入するとオリジナルステッカーがプレゼントされます。B オフィシャルストアでのみ販売され、早くも1月16日正午から予約が開始されています。ナンバーアイの音楽は、かつてのグループであるキング・ア・プリンス時代とは一線を画すものです。 ダンス音楽の中心には想像もつかなかったようなラップが取り入れられ、特にデビューシングルの、ボトではラブステップを駆使した激しいリズムが印象的です。キング・ア・プリンス時代にはなかった深みと力強さが、世界史上を視野に入れた意識から生まれたものであり、洗練されたサウンドは国内外で高い評価を受けています。公式 YouTube チャンネルでは、メンバー3人の本格的で洗練されたダンスパフォーマンスが楽しめる動画が公開され、 振り付けは BTS や Twice の振り付けも手掛けるリハさんが担当しています。ダンスだけでなく、ファッションにおいても No.I. は世界に挑戦する姿勢を見せ、その姿勢がファンから注目されています。しかし、ファンにとっては No.I. の活動に対する期待と同時に、彼らのテレビ出演に関する不安も付きまとっています。彼らの活動は限られたメディアでしか見ることができず、過去に比べてテレビ露出が大幅に減少しています。 しかし、2024年には状況が変わる兆しも見え隠れしています。2023年に起きた芸能界の大きな転換期により、多くのタレントがスタートエンターテインメントへの移籍を進めています。この新しい事務所は、テレビ局からの忖度を拒否し、圧力をかけない方針を掲げており、ナンバーアイが歌番組に出演する可能性が高まっています。実際に、 事務所に所属する他のタレントもテレビ番組に出演することが増えており、メンバーがバラエティ番組や俳優業を再開する可能性も広がっています。特に平野翔さんは俳優としてのポテンシャルも高く、デビューシングルの発表を機に彼らの活動にはさらなる加速が期待されています。ただし、彼らの視線は単に国内だけでなく、海外市場にも向けられています。平野翔さんは自身のインスタグラムで、 フランスの高級ブランドであるルイ・ヴィトンとのパートナーシップを公開し、パリでの活動が期待されています。ルイ・ヴィトンが2024年秋冬メンズコレクションのショーを開催する中、ヒラノ・さんもパリでの姿を披露する可能性が高まっています。これはファンにとって大きな期待と興奮を呼び起こすでしょう。ヒラノ・さんのカリスマとパリの美しい景色が見事に融合したショットは、SNS 上で多くの反響を呼んでおり、 ファンの期待が一気に高まっています。ナンバーアの未来は音楽のみならず多岐にわたる可能性を秘めています。彼らの新たな挑戦と成長にファンたちは期待と共に見守り続けています。2024年は彼らが新たな頂点に到達し、国内外でさらなる成功を収める年になることが期待されています。